続いての新年バトルは第3戦目、新年吉田&細川 VS チームホモどもホモどもチームホモどもお前もホモか。なるほど。何をするかゲーム対決でございます。イエーイ、盛り上がってまいりました。全然笑いは聞こえないけど、今回使用するゲームはこちら。はい、こちらでーす。鉄拳3。えい、鉄拳、鉄拳や、超レトロゲーム、鉄拳なのにしかも3、微妙、やったことねえか鉄拳3。鉄拳すっげえ久々、鉄拳やったことあったな。9年ぶりぐらい持ってきちゃいました。いや、ずっとやったことある気がする。いろんな格ゲーが家にありましたけども、やっぱ拳で殴り合うのが一番勝敗が分かりやすいということで、まあ俺と細川、星野と工藤で対決ということで、お互い先攻後攻決めてもらって1対1でバトル合う。で、引き分けになった場合代表戦で持ち込むという形で。じゃあうちの代表は星野で決定です。決定ですか。じゃあ代表戦だったら星野。いや、それはもう黒さん戦ってからね、じゃあバトルしていきましょう。レッツゴー。お、ちゃんとできる。最近よく見慣れたこれ。俺らレトロゲーム最近やりまくってたからね。3回目いく？いや、結構やってる。1回目モンスターファームやって、2回目、あれ、ヒーローやって、で、国名館やって、国名館やってヒーローか。4回目か。4回目か。うん。やろうと思います。ブラックちょっと1回学んどこうよ、全員で。操作法。あれ？誰だみたいな。これ多分プラクティスだから多分練習モードだと思うんだよね。ちょっととりあえずあフリーで、フリーなんかちょっと止まっててくれるのフリーだって。やべえ、いろんな設定ありすぎる。あ、大丈夫だ。じゃあまず、あ、十字で移動ですね、これ。これちょっと汚ねえわ。十字移動だ。で、これピッてやるとこれ前、二重押しで前と後ろ一気にいける。普段はこんな感じ、うん、で、これでこう横、上と下で横移動。なるほど、はい、OK、 オッケー。三角パンチ、パンチ、はい、丸蹴り、三角丸だとは、あ、コンボ成立しねえわ。三角三角だと成立しない。難しいね、このゲーム。え、マジか。え、だからコンボ成立しねえんで、三角丸の方が出んねんね、四角は。あ、分かった。三角右パンチ、四角左パンチ、丸が右かな、多分。バツが、なるほど、そういうことで。そうだね。右手、左手、右足、左足。だからキックが下、この上が、あれだよ。三角四角だとコンボでいいよ。だからこうやって、うん。R1 起動しない。L1 起動しない。上、何も機能しない。押した、うん、あれ、あれだ、あの二重押しだと上と下は横移動だ。で、一回通してしゃがむ。上も多分一回通してしゃがむ。あー、ジャンプ。あー、分かった。だから上攻撃とかもできるわ。じゃあとにかく殴ればいいんだろう。そう、こちらの吉田細川チームの先行、細川さんです。じゃあ、はい、星野です。はい、じゃあすごいな、まさか吉田とやるとはな。はい、マジか。おい、クノートは負けんな、さすがに。でもガチらないとか出ねえな。届くコントローラー大丈夫ね。じゃあスタートで、まずで、バーサスモードで、はい、はい、どっちがどっちかによるよな。一回最初動いてみれば、どっちがどっちか全然。でも、絶対変わる可能性はスピンで分かりにくい。すげえ、いろんなの封印されてるのに乗り方があるから。あ、俺に行けば右だ。俺に行けば右ピーだと右だね。右側、多分右ピーだと右側やろ。そうそう、こっち右側に
お芝居さんも早くやりなのに。トラがいいんだよ。キングじゃん。キングプロレスだよな、だったら。ローは確かカンフーだった気がする。ウローボイ吉田鉄拳情報によると。始まった。早い。おお、いいバトルしてね、結構。これあれなんだ、ウドリアのコマンドネットか、何や多分あるんだろうけど、えわかんない、これなあ、ないよな、なんか、出したいよねだけど、え、あ、言い方しないけど、やばい、これ面白いなガードないのか、やばくね、ガードどこでしょ、これいろいろ相談しようか、あ、無理やり、こじ開け、うわでもまあ、もう一回あるから2回戦の場所で最大3回戦、1対1になったらへぇ、じゃねえよ、あれでしょ、なんでどうかなって言うか、平成じゃねえよ、じゃあカバー、平成じゃねえし、これむずい、これおぉこれ何今のなんか出た投げ技だどこで投げ技出したんだ、これカバーに突き取りましたカバーに強いちょっと待ってやべぇ、やべぇ強いよ、こいつカーフすげえ入力をしてくれ入力がうわーじゃねえよこれさ、何にさ、あれもらしたのやってる人の方が不利なんじゃねかもな頑張って入力しようとするから割と適当に入力するのならいけるよこれなんかクソどうでもいいと思うよ勝っちゃってるねゴールさんなんかあいつ異色のやつじゃなかった吉水って剣使うやつだよなあれ拳を殴りだよどこへこいつね気持ち悪い戦い方するんだよマジ嫌いなんでほらうおおの一気に削られたこれさ剣これ剣の意味がないんだよこれ無視をしてるおお剣使わねえ剣使わねえよ、そいつ剣持ってるだけじゃんあ、なにこれ剣使わないのかあ、面白いなるほどお、嘘、なんだいや、これさ、ここで移動しようとするんだよねうわ、うわまあ、ほらほらおお。だもんなあ俺7年ぶりなんだぞ俺なんで7年ぶりやったほうがいいですああ何それそれもしも行くのこれえ、タイプどうでしょどうすんの卒川さんどうする俺がえもしもまで出てきたけどえ、勝ったの勝った今やらちになった今あと何回行くの任せたぞ卒川さんじゃ2人に言っとくよ多分投げ技、あれパンチと蹴り一気に押すと投げ技出るさっきからさ、移動さ、さっきからずっとこれやってたんだけどさっきあの星野のコントローラー見てて感づいた適当に押すだろじゃあさ、これさ、コンボ発動じゃないかきつくねワンパンチしか出ないもんなワンパンチで女の子やんけ女の子やんけ優しくしてよ何そのカフーやろうやんけお前またカフーやろうか落ち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 強っ強っ強くね強くねやばくね超強くねあいつ急にパワーやられたんだけどえぐり強いんだけどあの星野はあれ俺でも会話からないえ何それハイパーガチしたんやん蹴り2段蹴り出たんだけどそれは無理なんだよこれ勝てくね強いんだけどでもリーチは僕にはいつやばい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 これはやばい星川さんおおやばいやばいおお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 キャラって強いんだけど強い強い強いおお強い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 やばい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 連続連発してきたあやばいいけるまだまだまだいけるうわーすごいおーいいバトルよし今のうまい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 今のうまいこれ
これやばい、今のは見てた。おいいバトル、おお入った入った入った、いける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 、もう一もう一もう一、いけ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 、入ったー、イエーイ、強い、これどこまでやるの、これがこれ待って、どこまでやるの、次入れ替えよう、ほら俺またこれ食堂さんなの次お前いいねえじゃねえか、じゃあ俺なんか面倒くさいんですか、何が強いんだろうね、細川のキャラめっちゃ強い、細川が強いのか、それともさすが女好き、かっこいいな、感情止めんだもん最初あの虎が弱すぎた、すごいわ、あれあれ確かにこんなやと、めっちゃ強いわ、カポエラですよ、あれすごい戦い方したもう知らないこれ、俺かもしれない、おぉ、おぉ、来てる来てる、うぉ、うぉ、うぉ、いい勝負、さ、起き上がりだ、おぉ、おぉ、やべ、どうしたらいいんだよ、あらい、勝った、あらい、なめるなよ、俺レンチャンなの、これでもどっちかレンチャンだから、むしろさ関係なくさ、なんだねこれ、俺星名大工堂見てみたいんだけど、星名が2プレー、工堂が1プレー、もうなんか関係なくよくね、これなんかさ、なめらかなかうまくいかんよね、でもなんか全然トラでやってみ、超読めよマジで、これはね、プロレスラーがね、投げかかればすっげえダメージ起こる、いやこれ投げてもどうやったの、え、多分パンチとキック、もうあれなんですよ、全然さっきはさ、入力してもさ、トラさ、すげえ威力高いよねうわ、高っ、いや、プロ、さすがプロレスラーじゃん、フェイン超パワーじゃないか、フェイントラナパン、トラパンチすげえじゃん、あれ、あれリンチでしょトラ強くね、急にあ、いい、いいバトルしてる、お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 、まだわかんねえ、あーあー、お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 、すげえすっげえこれは熱かった、今の1対1じゃん、おっ、なんだそのままこれ、わかるね、おお当たった、さっき、あ、いい、いいね、おお、うまい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 、おお、おいおい、ほんとほんと、曲がる割れる、さっきから、おおおおいいバトルすんな、ああ、すげえな、全員慣れてきたな、とりあえず適当に打って、おい、剣で使ってやろうじゃねえかさ、もうわわけわかんないね、剣一回使ったよね、金のやつ確かね、自殺コマンドやったやつ、90でやっちゃったやばいじゃん、もう入力が分かるの、もう勝手に見えるんだ、金が分かる、剣技なかったっけな、確か剣技が出せない、一生懸命剣技出せない、やめよう、パンチだけじゃん、一回出たよ、一回出た、剣弱くね、弱い、超弱いおほい、すげえ、あの剣すげえ強いんだけど
ラグで書いちゃって。結構出た。うわー、強い距離。すごいあれさ、びっくりした。なんか回復できるわけだけじゃなくてさ、安全で回るらしくてさ、背後にテレポートしてくるみたいな。やってみ、剣士。剣士やばい。あの丸でパッツを押しながら下押すとしゃがむ。あ、なるほどね。あれ回復技すごくね。いや、あれすごい。間を埋めないでって感じ。もうさ、あのさ、体力えぐいよ、ね、こいつ。クラスさん、ボコられて投げ合って、天使。これはやばい。ジミンだよな。急に弱くなった。かわいそうだ、なんか。出ないんだよ。あれなんか回避タイム入らなかったよ。なんで、え、なんでなんか今入んなかったよ。疲れてないじゃん。え、なんでとりあえず勝った。邪魔、もう、ゴミ押しだよ、完全に。あ、極めたらこいつ行く強そうじゃん。え、なに、どういうこと、回復しなかったんだ。回復しなかった。あ、え、なに、なに、異色のスターみたいなもんじゃん。回復入んの？ないない。全く回復入んの？なんで？と思って最後決勝戦しておしまいでね、誰かに。じゃあ誰？誰？そっか、なんで対強者いないの？なんで俺にやれた？じゃあ俺が剣だ。嘘。それ剣同士で飛ぶかって全員、うん、そこをバトルの仲間割りするんだけど。じゃあ初期に帰る、一回トルコは対星にする。はい、クロー対オレンジ。もうこれ剣確定になったらね。剣確定戦なの。まあ、じゃあ剣確定戦にする。はい、無茶も剣だ。無茶ないって無茶ぶりのじゃん。ダイエット140しようよ。140できるやん。できるよ。ごはん。ちょっと今、シャキンが罰を背負っていける。え？よかった。動かない。あらこ入ってないとか。入ってる。これか。動かないの？こちらどうしたの？動かないんだよ。こちらが動かないんだよ。あ、動くの？でも結局、剣で戦うはずだよね。結局、こっちは動いてない。なんか、ポルトガーの味方をしなきゃいけないんだけど、剣を応援した気持ちに駆られる。ポルトガー。お、強い。回転できるのよ。回転切りだっすよ。もう、こいつできねえ。あ、回転切ってねえだろ。パンチしてんだろ、あれ。あれ、キックしてんだよ。キックしてんだよ。回転切る、回転切りしよう。回転切る。手も足も、あ、手も使ってない。あれね。なんでもないじゃん、あれ。ただの剣。回復は強い。クソ技だろ、マジ。やっぱこれさ、強すぎだろ。あと、降りたらさ、あれじゃね？最高で伝達さえねえからさ。じゃあ、俺は剣同士でとどめさせてやろうからさ。この戦いにしてしよう。お前、それ言いすんだ。あ、じゃあ、変なとこ行ってた。俺、ゆっくりだと思ってた、すげえ。おいおいおい、俺こいつすげえ苦手だって気がするんだけど。おいおいおい、
なんで剣道士で言ってたの。おーおー、なになになに、攻撃しねえんだけど。あ、待って待って待って、これどうやってやるの。おーおーおお、強い強い。てかさ、カイ君も全く出ないで。できないよ。なに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 、できないよ。全く全然困って見えちゃうんだけど。あ、座るだけ座るんだけど、なんかこれさ、完全に出ねえね、どうせね。おー、どうしよう、やるねあいつ、出来ないんだよ、負けるてか、結局最活躍したの、ケンじゃねえかよ。終わったんすか。いや、一品何番しようって偏りすぎだろ、一品。ね、続きます？そうか。